理工運動は16世紀のポーランド王国における政治運動で、後にポーランドリトアニア共和国全体に広まった。この運動は中小シュラフタ及び当時の国内政治の現状に疑問を抱く一部のマグナーとの間で支持を広げた。また、ジグムント一世王とその息子ジグムント二世王,王及びステファンバート領の支援も得た。ポーランドでは法理工の運動、または 財産権利口の運動とも呼ばれる。当時のポーランド王国及び共和国では、マグナートが、公有地を不法占有している場合があり、そういった公有地に対する国家への返還を求めるものでも、あった。この運動の支持者たちは大貴族に対抗したことから、ポプラレスと呼ばれた。貴族共和制を敷くポーランドでは、貴族の数は膨大で、同様に、貴族共和制を敷いていた。 古代の共和制ローマにおけるローマ市民と同様、彼らは共和国市民との自己認識を抱いていた。ポプラレスの言葉はそこに由来する。この運動はまた、指導的立場にあったのがヤン・ザモイスキであったことからザモイスキ派と呼ばれた。ザモイスキは中小シュラフタの筆頭五民間とさえ呼ばれた人物で、ここにも古代の共和制ローマの影響が見て取れる。この政治運動は、 マグナートたちが既存の法律を恣意的に用いることに反対し既存の法律の実際の履行を求めた。主な支持者は、さらにこの運動の内容は部分的にアンジェイ・フリチ・モトジェフスキやヤンワスキといった哲学者たちやアウグスティノス・ロトゥンドゥスといった著述家たちの支持を獲得した。この運動の目的は国家改革であり、 マグナーと僧侶王の権限の縮小と中小シュラフ二の国会における権利拡大を模索したものであった。いくつかの要求は実現したが、17世紀に入ると、この政治運動は衰退し、要求を実現していく力を失った。この政治運動の内容が、もしも次々と実行に移されていたなら、国家に有益な結果をもたらしたであろうというのは、 現代の歴史家の一般的な見解である。16世紀のポーランド王国の各地方における宮廷保有地の割合左から、ポーランド王領プロイセン、ポドラシェ、クレシ、マオポルスカ、ビエルコポルスカ、マゾフシェリコの運動が要求していた内容の主なものは以下の通り。ありがとうございます。